やっほまえさんまえさん今日で、2020年、令和2年も、終わっちゃうね、まえさん。今の時間が、10時、見えるかな なかなか見えん。あ、いはい。10時16分。あと、1時間45分ぐらいで、令和2年、2020年も終わりだぜ、マイさん。<laughs> そんで、残り、1時間、 四十数分まで来てる今の状況なんだけど、実は、俺、まだ、年越しそば食べてないんだよね、前さん。前さんは食べたかないや、さすがに、 年越しそば、食べないと、年越せねえよ、マエスさん。<laughs> 年越しそば、俺、2020年のうちに、食べておきてえぜ、マエスさん。てなわけで、てなわけでだよ。よいしょ。 よいしょっと。はいはいはい。はい。はい。緑のたぬきさっき、買ってきちゃいました。これで、これを、がっつり、今年中に、食べれば、まえさん、俺も、安心して、年越しが、 できるぜ。なんで、今から早速、この、緑のき食べてみたいと、思いまーす。はい、では早速ね、マイスさん。はい、これこれ、もうね、いい具合になってきてるから、早速これ、いただいてみたいと、思いまーす。 よしう,う,うん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 ああ、いいねいいああ、いいようんもうこんな時間だからさ 蕎麦屋さんってやってないわけよもん。だからさ、うん。ああこれあーいいね。うん。やっぱ大味噌かって感じ。蕎麦食うとね。うん。マジさ。うん。うん。うん。 ああ、まさん、これで、これで、俺も、年越しできる。大丈また頑張れる。うん。けど、やっぱり、今年、やり残したこと、心残りは、まえさんと一緒に、コラボしたかったな、俺。本当は、 マエスさんとコラボしなきゃ年越しできねえよって思ったんだけど。まあ、ね。普通に時は流れちゃうわけで。うんまあ、今年はちょっと悔しかったけど、来年ね。 来年こそは、絶対、マイさん、俺と、コラボしようぜ。うん。うん。マイさん、俺には、絶対、マイさんの、力が、必要なんだよね。だから、マイさん、ぜひ、 前向きに、俺とのコラボ、考えてくれないかな連絡、待ってるからね。